こんにちは、フリーアナウンサーの魚住玲です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はいただいた質問にお答えする形で進めていきたいと思います。こんなメールをいただきました。いつもためになる動画拝見しております。この度は動画にしていただきたい内容があってメールさせていただきました。魚住さんの著書を購入し1日1分朗読を実践していますが、職場へ長時間車で通勤している関係で、車の中でも会話中にスラスラ言葉が出てくるための練習ができればいいなと思ってます。車の中でできそうな練習はありますでしょうか？あれば動画で教えてください。また自分で勝手にこの練習はどうかなという感じで、車内で聞くラジオのパーソナリティの方がお話ししている内容を後追いで自分で話したりしていますが、この練習はスラスラ語彙が出てくることに役立ちそうでしょうか？この点も動画で教えてください、ということです。ありがとうございます。まあ今日はですね、この2つの質問にお答えしていきたいと思います。今日は車の中でもお家の中でも、それからスポーツジムでこうランニングしながらでもですね、何かしながらできる話し方がうまくなるながら練習法を2つお教えします。では早速参りましょう。話し方がうまくなるながら練習法1つ目は顔の筋トレです。表情筋、口の周りの筋肉、そして舌の筋肉を鍛えると会話中に言葉がスラスラと出てくるようになるんですね。これは実際私が日本テレビのアナウンサーだった時代、生放送の直前ですね、ニュースを読むとかナレーションするとかやってました。そして今もプレゼンの前とか講演会の前とか喋る前は必ずやっている顔の筋トレです。皆さんには5つお教えしますね。あ、車を運転中の方はですね、赤信号などで車が止まった時にやるようにしてください。それでは参りましょう。どうぞ。話し方がうまくなるながら練習法、そのうち顔の筋トレ1番目、まずですね、ほっぺをこんな風にプーッと膨らませて、それからほっぺの内側の肉を吸います。これですね、これを私と一緒に10回やりましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。お疲れ様です。めちゃくちゃここが痛くなりませんか？これね、朝にやるとね、かなりむくみも取れるんですよね。ぜひやってみてください。それでは、顔の筋トレ方法その2です。唇を突き出して、こうに右左というふうに動かします。これも一緒に往復10回やってみましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、これもここが痛くなりませんでしたか？このね、この運動は結構アナウンサーだけじゃなくって、電話の応対のオペレーターさんとかですね、通訳の方なんかもよくやっておられるそうですよ。これね、これもね、顔がスキッとしてきますし、パラパラと唇がよく動くようになるのでやってみてください。続きまして3つ目ですが、これから言う3種類は舌を結構動かします。1つ目がですね、口を閉じたままこういうふうに前歯上下の表面をくるーっと舐めます。お掃除するみたいに。でくるーっと3回舐めたら、今度は逆回転ですね。なるべく同じ弧を描くように動かしてみてください。それでは私と一緒に3回ずつやってみましょう。せーの、はい、逆回転で3回です。これもね、ここのね、なんていうんですか、耳の下あたりが痛くなると思います。続きましては、回すのではなく舌を出して右手左にこういうふうに動かします。
これを10回私と一緒にやりましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。割と簡単だったかもしれないですね。早く動かせる方は顔面に頑張って動かしてみてください。くれぐれも一緒に顔を動かさないようにお気をつけください。続いて最後5つ目です。さっき横でしたけど今度は上下です。まあ、舌を下に出して鼻先につけるようなイメージでこう上げます。これも一緒に10回やってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、かなりマニアックな映像をお届けしたと思います。私もですね、こんなの人前でベロを出したり動かしてベロベロするなんていう、まさかこんな時が来ると思っていませんでした。まあ、このようにですね、表情筋と、舌の筋肉を鍛えることで会話中に言葉がスラスラスラーと出てくるようになりますので、ぜひこのエクササイズは続けてみてください。さっきの5つの顔の筋肉のエクササイズに加えて、とびっきりのですね、体操をお教えしますね。大きく口を動かして口の筋肉を柔らかくする体操、パマタカラ体操です。これはね、パパパパママママタタタタカカカカラララっていう風に続けていっていただくんですけど、まずパッとマっていうのは唇をたくさん動かします。パッマパッマね。そしてタとラは舌を動かすんですね。タタタタタとかラララララ、舌の筋肉を鍛えます。そしてカはカカカカカと喉の奥の筋肉をよく動かして鍛えます。ということで、唇、舌、喉の筋肉、すべての口の中、そして口の外の筋肉を柔らかくする体操です。それではまずパの連続音から私と一緒にやってみましょう。パパです。パパ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 パ、言えましたか。次はママです。ママ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 。次はタです。舌をしっかり動かしてください。で、この時にですね、ちょっと笑顔で口角を上に上げるとですね、下がってたベロがですね、舌がちょっと上に緊張感を持って上がるんですね。そうするとこのように動きやすくなりますので、ニコッと笑ってからタタタタです。タタ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 タ。はい、次はカ。カは喉の奥の筋肉を使います。カカ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 カ。最後はラです。ベロをしっかり動かしましょう。これもニコッと笑った方が舌が動きやすいです。ラダダ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 。はい、このようにですね、パパとママの宝と覚えていただいて、それぞれの連続音を繰り返します。そして今度は縦にパパパパママタタタカカからパマタカラパマタカラパマタカラと言ってみましょう。せーの、パマタカラ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 。簡単だわっていう方はスピードアップしてみましょう。パマタカラ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 。いかがでしょうか。このようにですね、大きく口を動かして口の周りの筋肉、舌の筋肉を柔らかくするパマタカラ体操。これはね、今日はいっぱい喋んなきゃな、スピーチの前とか打ち合わせの前とか会議の前とか、というか人前で今日は喋んなきゃっていう時の直前にやるといいです。私も移動中ですね、車の中とか新幹線の中とかですね、隠れてパマタカラパマタカラとか、トイレの中でもパマタカラパマタカラとかやってますので、お試しください。話し方が上手くなるながら練習法2つ目はオーディオブックを聞くです。質問にあったラジオの DJ の方のトークを聞くのもいいんですけども、私は断然オーディオブックをおすすめします。
話し方って一緒にいる人に影響されるんですよね。例えば家族、顔も似てるんですけど、なんか話し方とか口調って似てきません？それから方言ですね、その土地によって、独特の節回しとかアクセントとか新しい言葉なんて聞き慣れない言葉とかあるんですけど、その土地に住んでると方言がなんか乗り移ってきて方言を喋れるようになりますよね。それと同じで、もし綺麗な日本語でこうスラスラスラと喋れるようになりたいんであれば、プロのナレーターが読んでいるオーディオブックをよく聞くことをお勧めします。またオーディオブックは普段なかなか読書の時間が取れないっていう人にも非常におすすめですよね。通勤通学の時間を利用したり、それからジムでこう走って汗を流している時とか、台所でお仕事をしている時とか、湯船でお風呂で湯船に浸かっている時とか、非常に時間を効率的に使いますよね。そういった意味でも私はオーディオブックを勧めてます。ちなみになんですけど、入れたインプットした知識や情報っていうのはアウトプットしないと記憶に残らないって言われているんですね。なのでオーディオブックで耳からこう入った情報を、ちょうどね聞いた箇所をお家に帰って、もう一回ちょっと本を買っていただかないといけないんですけども、本を見て聞いた箇所を実際に声に出して読んでみる、つまりアウトプットですね。聞いて同じように今度は声を出して読む、これを繰り返すと本の知識とか情報がバッチリ頭の中に入ります。言葉がスラスラ出てくるっていうのは、顔の筋トレプラス知識とか情報とか、あと語彙力ですね。語彙力がつくと本当にスラスラと言葉が出てくるようになります。オーディオブックを聞いて、そして今度はその箇所を声に出して読む、これを繰り返してください。おすすめです。いかがでしたでしょうか。話し方が上手くなるながら練習法2つお教えしました。とっても簡単に気軽にできるので、何かしながら生活の中に1週間に紐付けてぜひやってみてください。続けてみてください。どれか1つでもいいので長くやってみてくださいね。もしこの動画を見て良かったなと思われた方、高評価ボタン、そしてシェアをしてくれると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録をお願いします。お知らせです。現在こういった話し方やコミュニケーションスキルについての研修グループレッスン講演会をやっております。これはオンラインでもリアルでも受け付けております。ご希望の方はですね、ぜひこちらの概要欄に載せているメールアドレスにご連絡をください。お待ちしています。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。